桜桜は森重による日本の漫画作品。別冊少年チャンピオンにて2012年7月号から2015年10月号まで連載。長少子化時代の SF ラブコメをコンセプトにしている。作中において直接的な感能的描写が多いのも特徴。15年前、日本の人口は少子化極限に達し、その年の出生者は最後の世代と呼ばれた。 その最後の世代に生まれた花坂春は幼い頃から大人たちに囲まれ、個人授業や通信学習で教育を受けたため、学校生活というものを経験したことがなかった。やがて15歳となった時、彼は親元を離れ、憧れであった学校へ通うことが許可されるが、学校には姫城桜子という一人の少女しかいなかった。 姫城はちょっと癖のある少女ではあったが、花坂と意気投合する。その後、花坂は姫城と同じアパートであることが分かり、部屋も隣同士であったため、共に一夜を過ごし、これからの学園生活や自分たちの将来について語るのであった。翌朝、教室に入ると、机が一つ増えており、担任は新たな新入生、四季島王家という少女を紹介する。 彼女は変わった感じの子であったが、花坂の積極的な態度により、三人は同級生として仲良くなるのであった。そして、彼女もまた、花坂、姫城と同じアパートであったため、三人で共同生活をすることとなる。戸惑いつつも、夢のような毎日に満足する花坂であったが、ある時、彼は国家の最後の世代に対する機密を知ることとなってしまう。 ありがとうございます。